アメリカの人気オーディション番組アメリカズ・ゴット・タレントの決勝に出場した新潟市のダンスチームチビユニティ。その結果、残念ながら優勝には至りませんでした。新潟市のダンスチームチビユニティが出場したのは世界的オーディション番組アメリカズ・ゴット・タレント。チビユニティはゴールデンブザーを獲得するなど激戦を勝ち抜き、番組で存在感を放ってきました。こちらは決勝で披露したパフォーマンスをアメリカで練習している様子。チビユニティの強さは、この一糸乱れぬパフォーマンスと表現力。何度も何度も練習を重ね、挑んだ決勝の舞台。ファイナリスト11組が出場し、日本時間の今日、その結果が発表されましたが、残念ながら入賞はならず。優勝は、犬とのパフォーマンスを披露したエイドリアン・ストイカ&ハリケーンでした。決勝後、チビユニティからコメントが届きました。オーディエンスの方もアメリカの方もすごい僕たちに投票をしてくださって、今まで僕たちが新潟、北海道、いろんなところで活動してきた意味があったのかなと思っております。私たちはこれからもどんどんその新潟、そして日本を背負って世界に私たちのダンスを届けていきたいと思いますので、これからも応援どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。優勝は逃したものの、世界を舞台に素晴らしいパフォーマンスを披露したチビユニティ。その名を世界に轟かせました。これからも彼らの活躍から目が離せません。